どいたしますと、香川県高松市の街並みがご覧いただけるかと思います。また右側にお座りのお客様、あと4分ほどいたしますと右側に高知県高知市の夜景がご覧いただけるかと思います。このまま混雑がなく順調に降下できますと、目的地中部国際空港には9時50分、また皆様を駐機場80番にご案内できる時刻は9時55分、午後9時55分頃を予定いたしております。また最新の情報によりますと、現在中部国際空港周辺の天候は晴れ、気温は28度でございます。当機はこれから約15分ほどいたしますと中部国際空港へ向け降下を開始いたします。降下を開始した後は着陸に備えシートベルトの着用のサインを点灯させます。お手洗いとお席を立ちになる必要のあるお客様、どうぞ9時25分、午後9時25分頃までにはお済ませの上お席にお戻りくださいますようお願い申し上げます。また本日は4名の客室乗務員が乗務いたしております。ご用の際にはお気軽にお声掛けください。本日のご搭乗誠にありがとうございます。